はい、お待たせしました。じゃあ、ロックタイムというかブルースタイムという感じでちょっと乗っていきたいと思います。開き直ってこのままで。じゃあこれは中学生日記というドラマ、これは中学生の時に作った歌です。実はやめてくれベイビーって言うんですが、なんていうかな、まあいろんな女の子がいましてね、あの中学生にも、それで、好きな子もいれば、なんかこの女気に食わねえなっていう女もいれば、ちょっとそういう気持ちを歌って、この歌を歌うと大体、ライブあれって私のことって、昔ね、あの旭ヶ丘の大統領出た時にコンサートやった時に藤谷美和子ちゃんが、ねえあれってまさか私のことじゃないよねって言ってきたような歌です。いきます。昔ね、ボブ・ディランのコンサート見に行った時に武道館に、なんかね、すごいかっこいい曲でディランがハーモニカを間違えてふーって吹いたら全く音の合わない音が出て、なんだ違うじゃないかって言われて、平気でそのまま「ああねえだよねえ」とかって歌ってて、すげえ人だと思って全然動揺しなくて。
自然に過ごした方が魅力的だぜ。じゃあここで今日もメールは送りました。だがやつは来ない。この5年ぐらいライブに来たことがない。一応俺の親友の歌です。例えばそこにチョコレートが一個だけ残っとったとする。それを体は何の遠慮もなくパッと食うだろう。体に最後の一個は通用しない。例えばそこにカップヌードルが1個だけ残っとったとするだろう。それを川田は俺が腹ペコで帰ってきて食べようと思ったのに、あんまり腹減っとらんかったけどちょっと小腹が空いとったもんだと言って食ってしまうだろう。川田に合鍵は渡すな。
するだろう。それを川田は彼女がひどい風邪ひいとって飲もうと思ったのに、なんとなく俺も風邪気味だでなと言って自分が飲んでしまうだろう。川田の前では風邪は引けない。そこで川田が iPhone4 を持っとって 4S が出たとするだろう。それを川田はアップデートすれば 4S とほとんど性能は変わらんのだよと強がるだろう。川田はその後 4S を買って、やっぱり4と違って全然性能がいいんだよと言った。川田、まさに川田ブルース。もう一枚いこう。例えば俺が川田のことを川田と呼んだとするだろう。それを川田は本当は戸籍上は川田なのに D の方がかっこいいから川田に変えて川田と呼べと言うだろう。でも妹さんに、川田と言ったらうちは川田だからと言って怒られたんだけど、川田は川田と呼んでくれと言うだろう。川田はパスポートをどうするつもりなんだろう。イエー、川田これが川田、まさに川田ブルー。ついに今日もアドリブが出てしまいました。最後の歌詞は今思いつきました。そういえば妹が川田って言えって言ってたな。でも川田は自分のこと川田って言うんですよね。でローマ字見ると D って書いてあるね。でもうちは川田だからっていうふうに、妹さんにすごい怒られたことがあって、どっちを呼べばいいんだみたいな感じです。